さて、今日から刑務作業だったりがあるらしいが、今日からよりいろいろなところを見ていきたいですな。前回の刑務所紹介の感想だが、とにかく広いし施設が多い、覚えきれない。今までの刑務所とは比較できないレベルよね。まあ現状は自由広場の鍵を確保すること、食堂の本に書かれていたリサイクルボックスを探すこと、その二つを優先的にやっていくって感じかな。なるほど、了解した。自由時間だ。なんだ、何を了解したんだ。え、いやー、了解ってセリフが言いたくなったんです。なんだ、お前らまた変なこと企てているんだろ。いやいやいや、そんなことないですって。やっぱりアニメのセリフ真似したくなる時ってあるじゃないですか。まあわからなくもないな。それで了解って言いたくなったんですよ。そんな言い訳しなくていい、どうせ悪いこと考えているだけだからな。そうじゃないですって、信じてください私のこと。信頼関係はできないから安心してくれ。そんな、というわけで自由時間だ。今日も元気に行きましょう。お前のそのテンションの切り替わりは何なんだ。それで葉食事の時間までここで過ごしてくれ。金久保監視塔、今日は向こうに行ったぞ。何かあるのか。少年の監視塔ではなく向こうに行ったの。そうだな、監視の行動パターンも把握しておきたいからよく見ておきたいな。あ、見えなくなったと思ったらこっちに監視いるわ。ふん、普通に向こうに用事があったのかな。そこで止まって何をやっているんだろうか。望遠鏡片手にこっちを見ている。お、望遠鏡を構え出したぞ。なんだ、これで監視しているっていうアピールなのかな。あ、監視塔の中に入っていった。また上で監視始めるのかな。自由時間といってもこの段階は何もできないんだよな。そうなんだよね、自由広場の鍵だっけ、それが必要なんだよね。そうだな、それが手に入れば自由広場から地下水路の探索も可能になるはずなんだが、現時点では鍵の手がかりも全くないからな。自由広場の周辺とかなんか怪しいところとかないか。全部怪しい。いや私から聞いたけどマジでそれな。このチェストの中には何もなかったんだよね。そうだな、チェックしたけど何も入ってなかったぜ。こんなわかりやすいところにあるチェストには重要なアイテムなんかないだろ。まあ、それもそうか。監視は相変わらずチェックしていると。金久保監視長は私たちの警戒度高いからね。まあ、二度脱獄した奴らを警戒しない方がおかしいからな。私も地下水路見てこようかな。あ、お前も確認してみるか。そうだね、マリサからの話しか聞いてないから私も地下の様子を見たい。オッケー、多分今監視見てないと思うから入っても大丈夫だと思うぜ。了解、行ってきます。なるほど、ここを通るのに鍵が必要ってわけね。このドアの向こうは何があるんだろうな。水路が繋がっているように見えたけど、そんで逆側は反対側の自由広場ね。監視の姿が見えないとそれはそれで怖いな。見逃しているような気がしちゃって。監視長は大丈夫そうだった。大丈夫っていうかずっと塔にいるかわからなかった。え、何それ、逆に怖いんだけど。あのガラス張りの渡り廊下を移動している姿は確認していないから大丈夫だと思うが、それもそれで怖いところではあるけど。てか今思ったんだけど、監視塔って入り口に鍵とかないんだね。そういえばそうだな。お、監視が降りてきた。まだ望遠鏡持っている。わかってますってそれ。自由時間終了だ。やったー、食事の時間だー。監視長がちょこちょこ持っている望遠鏡は何ですか。うん、あれでお前らのことを監視しているってことだ。あ、やっぱりそういうことなんですね。望遠鏡を構えた途端お前ら近づいてくるが、お前ら一体何が目的だ。目的だなんて、脱獄なんて考えてないですよ。別に私は脱獄なんて一言も言ってないが。いやいやいや、脱獄するんだろうって私たちのこと思ってるじゃないですか。それは思っているぞ。ただただ監視長の望遠鏡を構えている姿がかっこよかっただけです。じゃあ食事の時間だからささっと済ませるんだな。じゃあって何ですか。金久保監視長、ちょっと厳しめで怖いですな。前回の飯塚監視長は緩さがあったからな。一気にスパルタになった気がするぜ。あの望遠鏡は何なんですかね。今日であれ持って監視しているのかな。監視塔から離れたところも監視しているっていうアピールなんじゃねえか。この時間は調理場前のチェストを確認したいな。あ、昨日半分確認したよ。お、何かアイテム入っていたか。いや、
何も入ってなかったと思う。じゃあお前は逆側からチェストを確認していってくれ。オーケー、任せなさい。でも無駄にたくさんあるだけで、特に何も入ってなさそうか。マリサは昨日、調理場のチェストとか探した時に何か見つけなかったの。あ、言うの忘れていたが、松明は見つけていたぜ。松明？地下とか探索するとき必要になるからね。そして石炭を今見つけた。なんだかんだちょこちょこアイテムが入っているんだね。そう考えると見落としがちになりそうで怖い。他は何もなさそうだね。食堂にあったのは松明と石炭か。重要なアイテムってほどではなくあればラッキーくらいのアイテムだよね。そうだな。石炭は鉄とかを精錬するための燃料、松明は地下探索に活用できるな。食事の時間終了だ。あ、了解です。今日からお前らは刑務作業をやってもらうからな。ジーベン刑務所初の刑務作業。今日は何をするんですか？こっちだ、ついてくるんだな。あっちの作業棟なんですね。やっぱり迷子になりそうだな。同じような建物がいっぱいあるから間違えそうだよな。もうそろそろ着くぞ。迷わないで私についてこい。加工前食料保管庫。今日はお前ら二手に分かれて作業してもらう。こっちには食肉保管庫があるぞ。入ってもらえばわかると思うが、そこの段ボールの中に豚肉とかが入っているはずだから、そこのトロッコを利用して向こうの部屋に運んでくれ。あ、なるほど。そんで向こうにいるマリサは届いた肉を焼いてくれ。あ、わかりました。もう役割分担はこれでいいんですかね。何も言わずに勝手に別れてくれたからこれでいい。あ、了解です。というわけで刑務作業の時間だ。しっかりやるんだぞ。任せてください。了解しました。というわけで初刑務作業、いきなり二手に分かれましたね。この距離であればコミュニケーションは取れそうだな。どうする？この刑務作業内側からもボタンがついていて外に出れそうだよ。それな。どうしようか。この作業棟を探索するチャンス。ちょっとだけ刑務作業を進めてから探索してみようかな。よし、そっちに豚肉と燃料を送ったよ。あ、来た来た。じゃあこれをいくつかセットしておいて探索しに行くとするか。そうすれば戻ってきた時に出来上がってるって状態になるからね。さて、じゃあ探索してみるか。行ってみましょう。お、いきなり目の前に冷凍庫が。冷凍庫、なんだそれ、めちゃくちゃ怪しいな。確実に何かありそう。お、氷がたくさんある。なんかひんやりしてる感じがする。ここか冷凍庫。ねえねえマリサ、ちょっとここ見てよ。うん、奥の看板か。注意、主要電源がオフの時にスイッチを入れると故障する恐れあり。うん、このスイッチは一体なんだ。押してみる。押してみたくなるよな。ちょっとやってみるか。ちょっと怖いから逃げよ。室内温度はこれで下がったみたいですけど、これで何かを凍らせることができるってことか。ちょっと冷凍庫の使い道は思いつかないね。急いで出てきちゃったけど、これまだ時間あるか。刑務作業の時間はもう少しありそうだよね。もう少し作業棟を見てみようかな。あ、すぐ近くの部屋くらいなら確認できるんじゃない。よし、燃えてるけどもうちょっと見てみるか。ここの部屋は何があるんだ。資料室と養鶏場か。なら資料室だな。今までの傾向からしたら資料室に大体手がかりあったからね。とか言ってたら早速本があったぜ。お、やっぱり。この刑務所にはリサイクルボックスというものが存在する。駐車場に配置されており、職員であれば誰でも使用可能である。駐車場は職員のみしか入れないため、花一つにつき木材一つと交換することができる。花の種類は何でも可能。リサイクルボックスについての詳細が書いてあったな。駐車場、また新しいワードが出てきたね。どこにあるのか全く見当がつかないしな。これは駐車場を探すところから始まりそうですね。木材を手に入れるのも一苦労しそうだな。しかも駐車場は職員しか入れないという意味深なことも書いてあったしな。そこが気になるよね。どの道木のツルハシ手に入れるだけでも一苦労しそうだな。こや、そうだよね。とりあえず駐車場の位置把握だけはしておきたいよね。そうだな。なんとかして刑務所内を探索できる方法を探さないといけないな。終了だぞ。
なんだ、そんなところに隠れて。じゃーん、びっくりしました。なんだ、懲罰房にでも入りたいのか。すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。そんで、肝心の刑務作業はしっかりやったか。あ、こっちにあった豚肉は向こうに送りました。とりあえず焼ける分は焼きました。なるほど。すべて焼ききれなかった感じか。かまどとかがあればもっと効率よく焼けそうなんですけどね。なるほど。かまどは次回までに検討しておこう。ありがとうございます。それじゃあ房に戻るぞ、お前ら出るんだ。了解であります。刑務作業は他にもあるんですか？一応、何種類かはある。だが、お前らはしばらくこの刑務作業をしてもらう。あ、そうなんですね。でもあの刑務作業楽。いや楽しいので嬉しいです。今、楽って言ったか。違います、楽しい楽しい楽しいです。お前今日出現が多すぎないか。どうしたんだ、そんなところで立ち止まって。あ、いや別に、この辺の建物ってなんだろうなって思って。それはお前らには無縁の建物だ。そうなんですね、看守専用の建物的な。無縁だから教える必要はないだろう。そうですね。すいません。それではお前ら房に入るんだ。ただいま、私の房ちゃん。すでに愛着ができている。それでは明日の自由時間まで待機だ。さて、今日も新しい情報がいろいろ出てきましたね。まだ二日目だからね、新しい情報がたくさん出てきちゃう。とりあえず今日わかったのは駐車場にリサイクルボックスがあるということだな。次回からは駐車場に行く方法を模索していきますかね。そうだな。じゃあ今日はこの辺で寝るとするか。おやすみなさい、おやすみだぜ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。